人、物、金をテキサスへ CCIM のルークですトランプ前大統領の基礎から一夜明けました昨夜トランプはフロイダ州のま邸宅マール・アラーゴで約25分にわたり演説し捜査について出馬を表明している2022 24年の大統領選挙への介入だと主張しました民主党よりの政治的な捜査だとして一連の疑惑を否定しましたアメリカでこんなことが起きるとは思わなかったと話し事件は存在しないと強調しましたブラック 担当判事が辞任するようにと求めました私の犯した犯罪は敵から国を守ったことくらいだと話していました演説の多くをバイデン政権の批判に充てましたウクライナやアフガニスタンなどの軍事外交政策を非難しました そのほかバイデン大統領が副大統領だった時の秘密機密処理ですね、これを持ち出していた問題も取り上げました。加えて、二千二十年の大統領選挙で不正があったことを改めて主張しました。アメリカが失敗国家になっているとして。 選挙に向けて支持者に結束を促しましまた今回の起訴状によるとトランプは2016年の大統領選挙の前に自分にとって不利になる情報を隠すために口止め料を支払いその支払いを隠すためにビジネスでの記録をですね え、まあ、改ざんしていたとして、その使われた伝票や、チェック、まあ、小切手。ごとに、まあ、三十四件の罪に問われています。口止め料の、支払われた。口止め料を払ったとするですね。まあ、相手は、合わせて、まあ、三人います。一人は、まあ、トランプと、性的関係を持った、と主張している、まあ、モデル、で。 15万ドル、まあ日本円で約2000万円を払っています。あとはまあいろいろと話題になっていたトランプと性的関係を持ったと主張しているまあアダルト映画のまあ女優ですね。彼女には13万ドル、2000円で約日本円で約1700万円を払っています。あとはトランプに 婚外がいいるると主張しているトランプタワーの元ドアマンに3万ドル日本円で約390万円を払ったということでトランプの当時の顧問弁護士などから支払いが行われましたそしてこの口止め料をトランプの会社が弁護士側にですね返済した際に 弁護士費用として処理したということが記録の改ざんに当たると言われているわけです今回ニューヨーク州の裁判官はトランプの次回出廷を12月4日としましたこのためトランプは年明けから大統領選挙に向けた候補者エレビの動きが 本格化する中、選挙戦をとこの裁判を並行して行うということになります。今回の起訴で、トランプには1000万ドル、日本円で13億円以上資金が集まったとされています。共和党の大統領選挙の他の候補者もトランプのもとに、 結集して民主党による司法権の乱用だと言っています、まあ、各世論調査によってもトランプの支持率、まあ、大統領になってほしいという人のポイントが上昇しています、まあ、共和党の中では勝ちだとして果たして本選で民主党の候補に勝てるかというところが、えー、注目されています まあ、いずれにせよ、大統領経験者の基礎というですね。前代未聞のこの事態は。アメリカの政治の行方に大きな影響を与えることは間違いありません。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録、よろしくお願いします。